はい、皆さんこんにちは。Bレジェンド染田です。皆さんこちら Bレジェンドストレッチローラーです。で、なぜ僕がこれを利用するかというと、運動後の疲労回復がスムーズになるっていう体感があるからです。これで筋膜リリースすることによって、筋肉中のこう疲労物質っていうのがしっかりと、まあ、血液循環が良くなって体外に排出されるようなイメージで、これを行うことによってしっかりと回復ができるような体感があります。で、実際にやっているほぐし方、何パターンかちょっと紹介したいと思います。で、まあ、背中の、ね、トレーニングして広背筋とか大腰筋がこうすごく疲れている時なんかは、この辺ですね、この辺をこのストレッチローラーに当ててほぐしてあげることによって、しっかりと、ね、この辺の筋膜をリリースしてあげます。ちょっと実際やっていきたいと思います。この辺ですね、この辺をこう当ててあげて、まあ、しっかりこういう感じで1、2、3、4、ちょっと痛い感じもするんですけど、まあ、しっかりほぐしてあります。こうで、こっち側終わったら、まあ、反対側ですね。次ね、足のトレーニングですね、まあ、スクワットとかこうしっかりと足ね追い込んだ後、まあ、この臀部からの裏、まあ、こう平べ筋にかけてね、しっかりとほぐしてあげる必要がありますので、まあ、下半身もね、しっかりほぐしてあげたいと思います。1、2、3、4、こうですね。で、次ひらめき、まあ、ふくらはぎですね、この辺をほぐしていきたいと思います。1、2、3、4、5、まあ、このようにね、自分の体重をかけてね、ローラーでこうマッサージするんですけど、やっぱりこう体重乗せたりするとね、若干ね痛みも伴いますんでね、その辺はね、自分のこう体重のかけ具合調整しながらね、しっかりとねマッサージをしてあげればいいかと思います。まあ、トレーニングする方だけじゃなくて、アスリートの方なんかでもね、このストレッチローラーでしっかりと筋膜を保護してあげることによって、体のね可動域っていうのも若干やっぱり広がったりすることも考えられるんで、怪我のね防止なんかにもなると思います。ぜひね、そういった方にもね使っていただきたいアイテムになっておりますんで、ぜひこの機会に試していただければいいんじゃないかと思います。